皆さんこんにちは、えー、この前はですねあの中国の問題をあのお話したんですけどもやはり秦の,の始皇帝がですねユダヤ人ではないかという、まあ、そのことによって中国というのが、まあ、ああいう統一した社会というのは別のです、ね、視野でのまあ ものをあの持っている人がやったということで、中国自体はですね、まあ本来は混乱というか、まあか軍有割拠してですね、あのおお互いに争っているとか、まあそういうこうまあ封,封建、うん、社会というかね、そういうことで言われてきたわけですがあの新の朝廷のこう特別のですね、あの力がですね、やっぱりまあ非常にこう あの中国を無理強いにまあ統一したという感じがするんで、まあ、たった15年ぐらいですかでもう崩壊してしまうわけですけれどもしかしその影響がずっと残っていくということがあるわけですねでそれはまたあのこの前もお話したんですけれども、まあ、ここにもちょっとあがりますがやはりあの日本にまでですねユダヤ人がやってきたということが、まあ、はっきり分かったわけですね。 今回また次の本をあの考えてるんですけどもこういうユダヤ人埴輪がですねあの世にあるということはまあこれはもうその中国では確かにですね、石碑とかあるいはまあ何かしらこう書かれたもので多少残っているわけですけれどもこれはあの漢語。 まあ全巻の時にすでにですねそういうものが残っているということは言われているまあわけですけれどもまあいずれにしてもですねこの私がまあ世界がやはりこうユダヤで結ばれているという一つの仮説をですねあの持っているわけでまあこの仮説というよりも私はまあほとんど真実だと思うんですねでどこにでも入り込むということによってしかしまあそれでも ではだから支配したかっていうと必ずしもそうではないという、まあ、そのまあ一つのですねあの民族というか一つのこう傾向の持っているつまりディアスポラというですねあるいは国家観がない人たちしかし同時にですねあの非常にあの頭脳明晰というかですねあの常にこう まあ、逃げ回ってるためにあのそれから特に金融を握ってるためにですねあのように、えー、頭が回転が早いという、まあ、ご存知と思うんですけれどもこういう有名な本がジャック・アタリの「ですねユダヤ人と世界,世界と貨幣」という、まあ、こ,れはこれはもう典型的にですねジャック・アタリという人が まあ世界を支配しているのは俺たちだってはっきり言ってるんですね。でまあこういうことを言うとですねあのユダヤ人たちも <laughs> いろいろとこれまあたくさんありましてですねたくさんとっていうかそのあとも非常に対立しているわけですね。大体いい皆さんまあご存知なのでキリストあるいはまあ旧約を作ったユダヤ人がそれを全否定したのがユダヤ人のマルクスですから。 もうやはりそのもう最初からですねあの結局喧嘩してるんですね喧嘩してるっていうよりも対立しているですからこの対立しているユダヤ人たちというところで世界の思想がですね出来上がってると言ってもいいし宗教も出来上がってると言ってもいいんですただそれをこう陰然とつまり隠してますからあるいはあの各国に依拠している人たちですからあのやはり国家がないために あの、それがこうまともまとまったですね。あの民族として見られてないという、あるいは国家として見られてないということによって潜在化してしまうんですね。しかし、もうこれはもうこの本を読むとですね。完全に顕在化どころか、もう本当に支配してるんだということを言ってるわけですね。 ですからやはりそこを見なければもう私は世界の歴史は見れないということなんですね。ですからあのこれまでの皆さんの世界史観とですねあの違,違うことでそれからまた,またこういうことを言うと陰謀史観になるんですけど絶対これはもうあたり自身がユダヤ人ですからねそれがはっきり言ってるわけで陰謀というんではないんですよ。 それはもう明らかにその彼らの生き方がそうせざるを得なかったそして彼らの生き方が日本にまでやってきたということねでこのことが大事なことなんで,でしかしまたあの彼らがある意味では失敗したっていうのは結局その各国あるいは各地域のですねやはりある意味でこう伝統や文化が思ってい いるその各国の民族がいて結局今でも1,400万しかいないまあ2,000万もいないというユダヤ人がですね <laughs> 数十億まあ60億70億の人たちをこのやはりそこにおけるこうある種の精神的なものでこう、まあ、統治するわけにはいかないんですね。 物質的なものからそれからやはりあのメディアを使ったです、ね、こう精神的な文化であのしか、まあ、結局う彼らのこうやり方があの宣伝の仕方ができないということなんですね。でこの前あのこの本がですねあのご紹介し,したわけですけれども。 うん、ここにですねもうそのことをはっきり書いてるわけですね日本にとってもそれはもうはっきりしてるで面白いのはですねあのここに書いてるのはあのまずはあのあの結局日本国憲法を作った戦後を作ったのはもうユダヤ人なんだって日本人じゃないんだということをね言っていて。 でそれが結局左翼の人たちはそれが普遍的だと思い込んでるわけですね大臣たちの考え方がで自由だとか平等だとか言えばもう普遍的だと思っているそれがですねこの人たちは自分たちが実を言うとそれは知らあの嘘で作ったんだとそんなことは信じてないよということを言ってるわけです。ですからこの本とこの本というのはですね日本にに関関ししててもも世界に関しても 一番よく見える本であるわけだね。で、これをこう読み込むっていうことは難しいかもしれません。なぜかというと、それが実体的なですねもの感覚としてちょっとわからないからなんでね、ねあの潜在,潜在化しているわけです。つまりいるようでいない、いないようでいるというね彼らのやり方がやはりこう決してみあのわかりやすいものじゃないということですね。 それでですね、まあ今日はじゅっと言うと、まあ、私はですからこういう人たちの,ちあの文化あるいはこういう人たちのやり方を一つの私は文明と見てるわけですね。でもう一つの文明はあのギリシャローマそして、えーまあ、ゲルマンといってもですねあのやはりキリストこのキリスト教が こうある意味であのヨーロッパ化したそういう形で対立ユダヤと対立する形のキリスト教が、まあ、一つの大きな文化圏を作っていてでそれがあの植民地化を南北アメリカとかですねあのオーストラリアとかニュージーランドあるいは、まあ、あの世界にそれがにまあそれが まあ、植民地とともに流布することによって一つの文化圏を作っているそれからですねやはり、まあ、それと全く対立してキリスト教が1%もいないという日本という国が完全にその対立しているわけですね。で,ねでそれは何かっていうとユダヤ人がいくらこう あの日本を他の国と同じように支配しようとしても支配できないというねそういうことがこの本に、まあ、書いてあるまあそういうことがですね私にとっても非常に重要なことなんで,で今日はですねあのイスラム のの問題イスラムのこれまで中国がやはり中あのユダヤが入ってきたということを言いましたけれどもまさにあのこのユダヤと中東という問題は一人と根を同じくしていましてですねでどこが違うのかとユダヤ人とこうイスラム人あるいは、まあ、イスラム教徒たちですねアラ,、まあ、アラブ文化と言ってもいいんですが。 あのまあ、ちょうどですね私たちは、まあ、あの日本の方のことでも大体7世紀で今ちょっとあの世界を見ようということであの日本のことは足踏みしてるんですけどもそうちょうど7世紀の聖徳太子の頃ですね一方でそこの,あのユダヤ人と思われる畑川勝が後ろにバックにいて。 そしてこう神仏集合の世界をま,あまさにあの聖徳太子と共に作り出していく法隆寺と法隆寺をですねあの作っていくというまあそういうことがあのまさにですねあの日本という文化が非常にこうその文化として隆盛していくっていうかねこうま,あまさに 神仏集合それまでの神道というものがですね共同宗教とすればその仏教を入れることによって、まあ、悟りというかまあ個人という問題を入れたでこの見事なまあこう調和がですね日本人の形成に非常に見事なこう文化をもたらすということになるわけです。まあそのの文化の内容 の前でですね。ちょっととどまって。他の文化のことを、他の文明のことを話しているわけです。つまり。その、この前は。中国が結局日本に。まあ、一つ、その。凝集されるアジア文化っていうもんね。これはまあ、岡倉天心の言葉なんですね。アジアのものは、やっぱりすべてが日本にもが持っているという。 でそういう日本にこうもたらされたと言ってるわけですがまあそういうことがねあ私もあの言えると思うんですね。あまあ今たまたま正倉院展が始まってますけれども正倉院のものをも見てるともちろん中国朝鮮のものもありますけど大部分がペルシャとか西方のものがあるわけですね多いわけです。そそれはやっぱりうういうことが日本のこう 持っている大きな宝物であるわけですね。そしてこのじゃあイスラムとは何かという問題ですね。でこれはまあ私もこのヨーロッパでですねあの実を言うと光は東方よりっていう本を書いたことがあってでそこにですねアジあのヨーロッパがいかにですねあのイスラム文化によって影響を受けたか。 特にリネッサンスなんていうのはもうイ,スラムイスラム教の文化の延長であるというような例えばですねキリストのこう縁取り着物あるいはマリアの着物の縁取りにあの最初はパスパ文字というかアジアの影響があってその後もう確実にですねいあのイスラムいわゆるアラブ語が出てくるんですね。 でそれがもう明らかにそういうこう文字の、まあ、カリグラフの文化があのまさにイスラム文化ですからそれの影響をしっかりと受けているわけです。ですからそのお互いにですねそれぞれのこう影響を与え合っているということがまあ分かるわけですけれども。 しかしやはりこう核となるこうイスラム文化とは何かっていうのをまあ今日ちょっとまあ私のまあいろんな意味でのお経験からでもねお話したいと思うんです。で、まあ、このモハメッドが出てきた頃、まあ、この人は570年ぐらいの人なんでメッカ、まあ、からですねあの、まあ、生,まれた生まれてですね でまあ、現,現在の,まあそのサウジア,アラビアにあるわけですかけれども商人だったんで,す、ね、で商人としてこう活躍すると同時にまあこの目覚めたというかですね40歳頃になって目覚めたということを言ってるわけですで神のおまあその音調を聞くというかですねそういうことが でしかしこれがど,どういう内容を持っているかっていうとですねこれもまあ我々はあまりこうキリスト教を深くまあもちろん進学をやっている方はまあご存知でしょうけれども結局ですねあ全てのこうキリスト教ユダヤ教イスラム教の全てがやはりですねアブラハムの宗教だと言われているわけですね。 まあ、まあ日本人が聞くとアブラハムってなんだということになるんですけどもあのこの今イスラエルに行くとですねこういうドームがあって今まあこういうあのイスラムの教がこう作っているドームなんですけれどもこれがどういうことかっていうとですねこの場所はこれ690年に建てられたんですけどもこのイスラ アブラハムがですね、あのその息子のイサクをこうそのまさに犠牲に捧げようとしていた時にあの神様がですね神があの、えーまあ、それをとどめたというねこれはもう美術史にたくさんそういう絵が出てきますけれども、まあ、そういう そういうい現実にかれかれたあの行われた場所にこのドームが建てられたそれほどですねイスラム教にとってもアブラハムの,あのまあ,あことがですねあの非常に大事,大事だということがわかるわけです。でこれはもうこの,このユダヤ教キリスト教イスラム教全てがやっぱりアブラハムをこの。 唯一神ヤーベがですね。人類救済のために選んだ預言者としてえまあ、評価するわけですね。で、このこのアブラハムの宗教がこの3つの宗教になるわけです。で、アブラハムという人はですね。まあご存知と思うんですけど、アダムとエバのですね。楽園追放の後、ずっとこの。 あとです、ね、あのノ,アノアの一族だけが、まあ、あまりにも人間がですね傲慢になったためにですねあの神が大洪水を起こして全ての人を殺そうとするというねそういうことがまああるわけです。でそれが大洪水だったわけですからその唯一そこに残されたノアの一族がいてでそのノアの一族から出たこう。 まあ、まさに家系のですねあのアブラハムまあこれもすぐ分かるわけですがこのアブラハムというのがやはり非常にその信仰の父としてですね中心的な預言者となるわけです。でしかしこれはもうユダ,あのユダヤ教,教義でも全てのユダヤ人のまあ,あ 父であると同時にイスラム教の教義でもユダヤ人に加えてですねユダヤ人ということも言わないで全てのアラブ人の系譜だということねです,ですからでそのこの特にですねアブラハムのは非常にですねあの子供が生まれなくて。 でなかなかですねあのま世継ぎがいなかったわけですねしかしですからあの妻のサラ,サラがですねあの、えー、自分の奴隷まあ女奴隷であったあのハガルというを目掛けにさせてで76歳ですかにしてそのまあ あのアブラハムがまあ非常に老齢の時にですねあのイシュマエルという、まあ、この,の奴隷女奴隷のハ、まあまあ、ガしかしまあこれについてもですねあのまあもちろんこうその嫉妬していたわけですけれどもしかし そのサラがですね、まあその,聖祭のサラがこう100歳になってあのやっと生んだのが遺作だというわけですまあこの辺もまあ年後どの程度ですねサバを読んでるか分かりませんけれども、まあ、いずれにしても老齢になってですねあの年を取ってからまあ子供が生まれたということで非常に貴重だというか遺作というのが。 でその遺作がを差し出せと神が言ったときにあのそれに従ってまあ普通でしたらね我が息子をたった一人の息子を、まあ、もう一人あのシマエルというのがいますけれども、まあ、あの正当な子である遺作を殺すこう犠牲にしろと言われて、まあ、まさに あのえー、突き刺そうとした時に神がそれをとど、まあ、めたという、まあ、有名な話で、まあ、先ほどのドームがそのあるところがそこその場所だったと言われるわけですがまあこうしてですねそのアブラハムという人がですねあのこの人たちのつまりこの民族たちをこう 救うというだから私はねこれ、まあ、日本人が、まあ、1%もいない日本人から言わせるとまさにこういうこの3つの宗教は同じ宗教じゃないかと。で大体そのこういったことをこう言い出したつまりこのムハンマドがですねムハンのモダだっていう大臣じゃないかということになるわけですね。 だからイスラム教を作った人もユダヤ人じゃないかとまあユダヤ人というかユダヤ人系ということははっきり言えるわけですね。でわざわざその旧約のまあを読んでアブラハムが我が我々の救済の父であるというわけですからそうするとですね真の始皇帝もユダヤ人だこのモハメットも まあ、ムハンマドもですねユダヤ人だということになると、まあ、からもちろんキリストもユダヤ人だとなると日本以外はほとんどのこうキリキまあ,キリあの宗教のですね祖先先祖がみんなユダヤ人だということになるわけですね。まああるいは中国ではその、まあ、統一をしたですねあの皇帝までユダヤ人だということ。 まあこれはですねあのこういうことを言うとまあなんか必ずそのユダヤ人たちが、まあ、あの一方ではそんなあの、まあ、今でもなんか人種偏見があるとか言ってですねあの騒ぐわけですけれどももうそういう時代じゃないですね。まあそういうことはこう断片的にはありますけれどもこれはもうお互い様であるわけねあのそれぞれ。 でやはりそういう,こう21世紀になっていわゆるユダヤ人のマルクスのこうあれが解けてですねあ,の、まあ、ある意味で、うん、彼らのそういうイデオロギーがもう解け始めてすべてがですねやはりこう赤裸々なあまあ 世界になりつつあるると私は見てるわけですね。でそこでこそ今ですねあの日本という国があのそのままでこう出てくるということで,でねあの、まあ、今あ天皇が新しく即位されてそれが世界にですねあのちゃんとまたテレビであのあ放映されて 全ての誰一人としてそれを批判するまあ口では批判する人もあるかもしれませんけれども批判しないその正当なものだと思ってあの、まあ、受け入れているこういう,こう世界がね今本当に現実しているわけです。ですからやはりですねあの日本の存在っていうのはこういう。 イスラム、キリスト教そしてユダヤ教の世界と違った世界として著立しているそれと同時にですねまたここにもまた日本人の中にもユダヤ人がいたということがあって、まあ、これがですねあの、まあ、一つのどうやってそれを解釈するかなんですけどまさに他の国でやったことを日本は日本ではしてないそういうことそれだけ日本が 強いですねあのそして好ましい彼らも受け入れやすいあるいはもう彼らが反抗しえないそういう,こう文化を持っているということにもなるだろうと思う、ね、まあこれもと,とても面白い我々としても愉快なことでもあるわけですが、まあ、しかし、えー、このイスラムの文化もですね実を言うとこの「 ユダヤ人ができなかった文化を確かに作っていることは確かですね。これあのまあちょっと簡単なあれなんですけれども、あのこういうこう装飾模様のですね素晴らしいまあドームを持った建築がたくさん建てられるわけですね。そしてウマイヤ朝はまあこの 750年頃ですかねやっぱりもうすでにこう,うこの新しい、まあ、イスラム文化があ作り始められるわけですねこれはあの最初マイヤー朝それからアッパース朝、まあ、あのでこうカリフによる世襲制がずっと続きましてですねでしかしそこに どうもですね、まあ、彼らが言うには、まあ、ユダヤ人たちがこのイスラム教というのはやっぱり一番あの決してキリスト教のようにですねキリストをこう死に追いやったからあのユダヤ人が憎いというそういうこの聖書の言葉はなくてまああのこれはまあコーランというのがあるわけですね。でコーランが まあできてそのこれはまあムハンマドがですねあの語ったまあ刑示なんですけれども114章からなるあのまあこの中にはいろんなことが書かれてましてですね「コーランの書」っていうのが服装のことから飲食のことから国家の規制のこととかですね まあある意味では社会主義みたいなところ平等であると神の前では平等であるとかですねそのそれからまあ基本的にはもう神への絶対的欺骸ということがまあ言われているわけです。でだから「コーラン」っていうのを読むとそれからやはりですねあの初めてコーランの中であの ユダヤ人たちが利子を取ってるっていうことを述べてるんですね。で、しかしこのコーランがやはりユダヤ人をちゃんとこうもう対象化し始めていることなんですけれども、キリスト教ほどですね、ユダヤ迫害をしてないねしようとしてない。それは キリストを殺すというか、ね、あのそれをあの進めたというようなことではやってないから言ってないからねでコ自体まあで今日ある意味で肯定しているところもあるしですねでそして私が言わせれば、まあ、うまく利用しているというか。 あのそれをこう使ってつまりユダヤ人たちちょうど日本人がですね二をうまく、まあ、使ったというと彼らにとっては語弊があるかもしれませんけれどもしかしうまくこう利用して彼らのいろんなこうまああのもたらしたつまりバガあの結局ディアスプロとしてもたらされた技術とかまあべて 商人としてです、ね、持ってきたものを見事にこう使いこなしてあの、まあ、共同体を作り出すという、まあ、そういうことになったわけですがまああの私はね最初はやっぱりこのイスラム教徒もそれをやっていた気がするですね。ですからあのかなり開かれたあのし 世界といしかしまあイスラムそのものがですねもともと遊牧民族ですし非常にこう性格が荒々しいところがあるわけですね。でまあこのイスラム文化をですねどういうふうに見るか、まあ、先ほどあの装飾的なものがたくさん作られていて。 で装飾的なこういう文化がですね果たして何を意味しているかっていうのがですねこうちょっとわからないところがあるわけね。でこれだとなんか宇宙を描いてるんじゃないかというあるいは太陽を中心とした世界を描いてるんじゃないかと思うとそうでもないあんまりそういうこの意味をですね付与しない。でこれはだからまあご存じと思うんですけれども。 イスラム教文化っていうのは偶像崇拝を禁止しているわけですね完全に人間が一人も出てこないあの美術なんですね。でですからムハンマドあのこういうその指導者までですね顔は絶対に見せないと。でそういう文化で、まあ、これをどうどう見るか <laughs> なんですね。で 私たちはおそらくです、ね、あの日本人はあのキリスト教も例えばこう聖徳太子の時代に一応取り入れたしそれからこういう二十歳たちがいろんな文化を持ってきている特にユダヤ教を持ってきたあるいはいろんな土木技術を持ってきたあ科学を持ってきたそして彼らと共に文字が。 使うようになったということがあるわけですけれども、やはりですね、あの別にこうすてが漢骨だったということがね、日本では言えそうなんで、すねなぜかというと仏教の代わりにハタシが入ったとすればキリスト教あるいはこう原始キリスト教ネストリウス派を入れるはずだったんね。だけどもそれも取ってないし。 逆に仏教を入れてるわけですねこれはもう果たしのものじゃないはずなんですがでこのイスラムの方はですねまさにユダヤそのものを取り入れながらユダヤのこうユダヤ教そのものを批判してしかし同時にあの自分たちのまあある意味預言者が 共通あの預言者ですねあのノアとかモーズとかヤコブとかいったあるいは新約聖書のイエスまでですねやはり一応あの近,近い宗教としてあのやはり、まあ、取り入れているといってもいいねムハンマドはそういう中の予言者の一人だということを言ってるわけです。そうすするとですねやはりあの 結局彼らも先ほど言ったようにユダヤ教のまあ一つのキリスト教キリストと同じようにこうそこから出てきた宗教だということがまあ言えるわけですがそうするとなぜキリスト教と <laughs> イスラム教とこれほど違うのかという問題が、ね、出てくるわけです。つまり今言ったように イスラム文化ですね。キリスト教はですねまあ一時そういう時もありましたけれども8世紀にありましたが完全に偶像崇拝を許してるわけですね。で,質が違ってくるでこのことがですねまあちょっと面白いわけですよ。というのはじゃあキリスト教とはイスラム教のことを何て言ってるかということなんですね。 でまあ、それが非常にこう我々にとってもですね関心を持つことになるわけです。なぜかっていうと同じアブラハムをですねあの信仰しながらなぜこの,この3つの宗教が違うのかということで,ことであるわけですね。 でそのことがあまあ一つはですねやっぱりこう砂漠の文化にもろ,もろにこう生きているアラブ人たちとそれからまあ仮にでもイス,ラムイスラエルというところを通過してそしてこのまあ旧約というものを持つ。 そ,のそれからモーゼを持つつまりそしてこの商業にたけるというですねあるいはいろんなこう独特な才能を持つというようなことが、まあ、あユダヤ人文化をですねあ,のある意味では特化していくあの特殊化していくということになると思うんです。で 大体同じようなことをしながらなぜ違うのかっていうことをあのある人はこういうことを言うんですねそのこのキリスト教徒の神学者が言うんですけどねどうもイスラム人たちっていうのはあの心の中で罪を犯すっていうことがないんだとそれはわからないんだっていうんですね。これはちょっと面白い言葉ね。 だから心の中で例えばあの、まあ、彼はあの要するに犯罪を起こす時にやはりこう特にあの性の問題ではですねあの、まあ、とんでもないこう妄想を浮かべるそれも罪なんだっていうのがユダヤあのキリスト教徒でしかしそれは全くこう問題にならないとするのがあのイスラム教徒だっていうんですね。 まあこれはあのキリスト教の神学者の言い草ですけれどもでじゃイスラム教徒はどう,どうなのかというとそれをちゃんと実行したら確かにそれはおかしいと罪になるまあそれは断罪されるだろうとまあそれも覚悟でしなくちゃいけないということなんですがキリスト教徒はですねそれを心で思っただけでも一つの罪じゃないかというまあそういうことをね であので,ですからあの面白いのはですね彼らがこのみんなうあの考えてるとことはねこういうことなんですよねあの。もし人間が何でもやってもいいとあるいは富を得てですねそういうことが可能ならこうもう毎日ですねあの 七肉林というかですね、もう。あのすべての、大変的なすべてのことを。まあ、やっても構わないと。で、もしそういうことが可能なら、もうそういうことをやる、やるんだということを許容するのと。それから。私は、まあに、日本人はそう、できないと思うんですね。できないというのは、人の目を気にするって言うんじゃないんですよ、やっぱり。無理すると、かえって。 あの病気にななっちゃううううとというそういそうことなんですね自然の体がですね主に行くリンゴを許さない、ね、許さとい,いうのはそればっかしやってると必ずその体がおかしくなるとそして周囲もですねまあそういうことをまあ当然可能にさせなくなるわけで、まあ、健康を害すると同時に物理的にも そういうういいこことととは不可能だということになるそれがあの私の言ってるのは自然度、ね、あの自然のもの自然がこうそういうことをこう市中に暮林を、まあ、西洋人たちが全体もしねそういうことが可能ならや,やるのが当た,り、まあ、当たり前だとかそういうのが望みだといったところでですね日本人はやっぱりそうはいかないと。 そんなことをやったらかえって不愉快になる場合もあるんだから。まあ、それは適度に収める、えー、べきだと。しかし、何もその、そういうことをやる、成虫する、何のもらう、あの、規制するものはない。しかし、自然によって自ずから規制されるんだというね、そういうことに。おそらく日本人は思うだろうと思うね。ところは彼らはそうじゃない。 ややるるんんだだったら徹底にやるんだという、ね、そういうううねそことになるわけでこれはですからまあねあの農耕、まあ、民族あるいは共同体の強い民族と個人主義が強いあるいはまあこのある種の遊牧民族のこう同う猛さっていうかですねそういうことの違いと言っ,た言っちゃうと簡単ですけれどもやはりあの まあ結局キリスト教徒がですね、まあ、そういうふうに心の中のであのやっぱりそういうことがこうあのまあ,あ罪と感じるそういう道徳的なものが神から与えられてるんだというねそういうことになるからですね。でそのことでやはり初めてですね「あの現在」いう っていうものが。まあ,あ。出てくるわけですね。つまり、アダムとエバがですね。あの。結局。楽園にいた。まあ、アダムとエバがですね。あのまあ、禁断の好みを食べた。すま、すなわち。性を、生に気づくわけですね。 にに気づくとということによって恥ずかしいといとう感じを持つとそれを見た神が近代、まあのこのを食べたということでですね追放してしまうでこれがキリスト教のまあ原罪になるわけですけれどもしかしキリストこの「アダムとエバ」といえばがじゃあ果たしてそれで罰せられたかっていうと罰せられてないわけねただ追放されただけだ。 あのまあ、これがですねあの非常なんていうかあのキリスト教というものをこうよく説明しているわけであるいはユダヤ人というのをよく説明しているわけでね現在というものがそこにできたつまりセックスをやるということによって欲望に気づくそしてその七日輪,輪の世界に行くという可能性を かん感じるそうするとそこまで完全にまあ至るつまりそこに世界に溺れるということが可能なんだとでそれが快楽であるというふうにでそこがですねまあ結局そういうことをやるという精神が罪の世界だというねあのまあそこにですねこう あのキリスト教のある種のこう面白い、ね、考え方がやはり出てきて罪という人,人,間人,人間というのはもともと原罪があるんだということの、まあ、根拠になるわけです。まあ、あのちょっと話の途中でおるようですけどもちょっとまあ時間が来たのでこ,んこの時間はここでとどめておきますけれどもそっからですねやはりあのイスラム教との違いが出てきて。 結局そこがです、ね、あのなぜイスラム教が存在しているのかかえってキリスト教徒よりも多くなっているというねあのそういう世界のことをこう語るべきだろうと思うんですねじゃあここでちょっと「林原チャンネル」の「メールマガジン」が始まります。 登録はお早めにお肌の調子が悪い冷え症に悩んでいる便秘やおならが改善しないそのお悩み腸内環境の乱れが原因かもしれません 美容やダイエット成功への近道をはじめすっきりと健康的な生活を過ごすためには善玉菌の多い腸内環境へと整えることが非常に重要ですそこでおすすめなのが林原 LSI のフローランアルファフローランアルファは原気、等の研究をはじめトレハロースなどの量産化により世界的なバイオブランドを作り上げた林原健師が開発したサプリメント 腸内の善玉菌を増やす乳糖化糖オリゴ糖をはじめ冷えとめぐりを改善するビタミン P 揮発などの成分を最も効果を発揮させる配合バランスで腸まで確実に届く特殊なカプセルに凝縮有効成分の含有量にこだわっているから1日たったっの1粒で、OK、毎日の美容と健康に夜寝る前に1粒お飲みいただくことをおすすめします